はい、というわけでやってまいりました。今日もですね、社内からお届けします。やはりね、なかなかね、ちょっと外に出れない状況で、商品レビューということで、今日はね、買う気はないとはということで、これハンズフリーフォン、これ運転しながらでもね、電話ができるというものですね。それとね、もう一つ、カーリアピアスタンドっていうものですね。こちらね、後部座席に取り付けて、スマートフォンとかね、取り付けて楽しむものですね。では早速開封の方してみましょう。はい、今ね、車の後部座席です。これカラーボックスいや万能やわというわけで、ちょっとね、開封していきます。こちらまず、ハンズフリーフォン、おー、シガーソケットから電源を取るタイプですね。金物の、マウントがあるのと、USB 電源ですね。で、日本語の取説と、ものすごいシンプルですねちょっと今日関西弁で行くわ。ごっつシンプルやわ。電源ね、前にあるんで移動してみますわ。今ね、このバイザーにね、取り付けたんですけど、ちょっとコードがね、短くてね、コードの長さの加減でとりあえずこの辺に置いてます。これどっかマウントしたいよな、せっかくやからな。まあ、とりあえず電源オン。電源が入りました。ペアリング、あ、ペアリングしてます。なんかピコピコになっとるわ。これスマホのね、 Bluetooth でつながるんですけど、あ、これですね、 KBT010。 今接続しましたね。これでもう使えるんかい。やっぱ気になるのがね、この LINE でね、電話よく皆さんしますよね、無料ね。それがつながるかやってみましょう。はい、今ね、呼び出してます。こちらから音が鳴ってますね。これで停止ができるんか。あ、切ることができました。また後でね、かかってくると思うんで、ちょっとその時通話してみます。いや、 LINE 電話いけそうやな。お、かかってきた。今着信が。あ、もしもし。はいはい。あ、聞こえる。あ、ごめんごめん、はい、あ、別になんもないけど、はい、ちょっと今テストで、動画のテストでやってるだけ、ごめん。はい、また後で電話して。はいはい、今ね、ちゃんと会話ができましたね。39秒。これね、無料だからいいですよね。音質はね、まあそんなにいいっていうもんじゃなかったですけど、一応ね、聞き取れる感じでしたね。足元、運転席のこの辺につけたらいいかな。はい、続きましてこちらですね、このマウントするやつ、ちょっと開けてみます。お、こんな感じか。ででーん、結構思いのほか質感がね、このいいですね。このピアノブラックから、ほら、フニッと、あ、これ結構自由、ほら、自由運だい。ここに取り付けるんかい。これがね、ほら、バネになってるんで、こんな感じで、こりゃ、あ、めっちゃ簡単。スマホ取り付けるところもね、バネになってるんで取り付けやすいですね。で、これね、ちゃんとね、後ろ開いてて、充電コードが取り付けできます。干渉しません。こっちも穴が開いてます。あ、いいね、いいね。私のタイプね、この下からこう、あ、ちょっと、あ、ちょっとこれがしづらい。あ、これ結構ね、後ろゆとりの空間ですね。こうなると両手がね、開きますんで、まあ、後部座席がね、すごいグレードアップしたような感じがします。可動域、あ、こうしたら、あ、前の人にあ、こんなんよと、私の今見てる画面こんなんよと前の人に見せれますね。いや、これ可動域がすごい、可動域がすごい。はい、いかがでしたかね。意外とこのマウント、気に入ってます。あとね、この車載ハンズフリーフォン、やっぱ安心ですよね、こういうものがあればね。まあね、だいぶ使えるアイテムだなと思います。これね、2つね、皆さん気になりましたら、詳しくはね、下の概要欄をクリックしてみてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、車の便利グッズでしたじゃあね、バーイ。